上は15分以上降り続いたといいます。今日より屋根は穴だらけに。倉庫に置いてあったコンテナボックス。今日の写真を見てみると、ゴルフボールほどの大きさがあることがわかります。この不安定な天気は、日差しが差し込みますが、午後3時を過ぎると、東京に再び雨雲で、東京で 40% と高い確率になると、急な落雷が。もうやだ、そう。全員は彼に、SNS で話題になったこちらの腕に装着する謎グッズ。スリーコインズが発売した食べるスポI don't know.